空儀省 H5Y99 式飛行艇99式飛行艇は海軍航空技術省が開発し昭和15年に正式採用された日本海軍の飛行艇。機体略版は H5Y97 式飛行艇と同時期に開発された創発機だったが97式飛行艇が優秀な性能を示したため少数の生産で生産中止となった。 1934年に、それまで使用されていた91式飛行艇の後継機として、空気省に開発指示が出されたのが旧市中型飛行艇で、同時期に、川西航空機に対して開発を命じていた旧使用型飛行艇が、開発失敗した場合の保険的な意味を持つ機体であった。そのため、要求性能は旧使用型飛行艇並みのものが要求されていた。 試作機は1936年に初飛行した。細長いパラソル式の主翼を持つ単用の双発機で、エンジンは三菱の新点を搭載した。胴体の幅は空気抵抗を減少させるため狭く抑えられており、また、翼端のフロートの代わりに、胴体側面にドルネ式の安定ビレを取り付けていた。これは後に廃止され、翼端にフロートが取り付けられた。 尾翼は装備翼形式でビブジューザを装備していた。試作機の空中性能は優秀で、最高速度は時速3 0 0トルを超え航続距離も4 0 0 0トル以上と海軍の要求値通りのものを示した。しかし、水上性能が悪く、水上での機体の安定性や機体に対する波の影響など問題点が多かった。また、機体の構造が他の機種と比べて、 複雑で故障が多い点も欠点の一つだった。空気症で改良が続けられた結果、欠点はすべては改善しなかったが、実用化できる水準の性能になったことと、何より本機の長大な航続性能は捨てがたく、初飛行から4年後の1940年2月に99式飛行艇として正式採用された。採用当初は相当数の配備が予定されていたが、 採用時においてはすでに機体自体が旧式化していた上に97式飛行艇が予想以上に優秀な性能を示したため本機の存在価値はなくなっていた。また搭載していた新天エンジンの生産が中止になったため1941年に生産は打ち切りとなった。生産は空気省と航海軍交渉のほか愛知航空機、川西航空機でも行われ、 試作機も含めて約20機生産された。生産された機体は、長大な航続力を活かして、太平洋戦争初期に中部太平洋方面で、紹介任務で使用された。また、輸送飛行艇に改造され大日本航空で使用された機体もあった。ありがとうございます。